皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日、2024年3月の10日11時、58分、先ほどホームページで、ホームページじゃない、YouTube で、このナンバーと、あとの文章がこういうものです。佳子さまや皇室御一同や国会議員の方たちやテレビ局まとも側の人たち、エロ業界側は除外、過去閉じる、いや、警察官や裁判官や裁判所で勤務している人たちへ最終結論1、2の方も見てくださいと。まあこれ、今までのいきさつ、しっかりと分かった上で、での、内容なんですけども、それまでのいきさつが分からない人は、ホームページ、淡井圭介の利益の、1番の3月の、まあ、アップロードや書いてる文章、してる部分のところを、読んでもらったら分かります。それでも大体の状況分かりますから、天気から、何から何まで、エネルギーの残存量問題から、解決方法からどうしなきゃならないのか、世界全体がね。で、まあ、だから、以前も出た結論なんですけども、その、まあ、佳子さまにはある程度責任はあると。まあ、皇室としてもある程度の責任はあると。で、かといって結婚っていうものは、お互い好きじゃないとね、結婚できないわけじゃないですか。結婚しても絶対その生活は持たない。だからそこは、純粋な、結婚ということになってくる、まあ、そういうものを目指さなければならないということになるんですけども、今までその、お互いに告白している状態があると。で、最終的にどうなんですかっていうことなんですよ。で、もし、それで断るんだったら、今までそういう家の横を通り過ぎたりとか、直接僕の家に来ないで、子供のうちだけ来てね、大人になってから、来てるのか来てないのか、多分、大人、二十歳過ぎてからも来てると思うんですけども、だからその辺のところでね、だいぶややこしいことをしてしまってると。これはまあ事実じゃないですか。で、実際それによって僕の結婚は引き延ばしされてる、裁判に関しても取り組めなくなってるっていうのは、これは現状。で、さらに晴山整骨院が一番の、原因でもあるし、兄の第一単配通やこの近隣のところで、会社とかが、まあ個人名義になってると思いますけども、まあ会社かもしれない、家を借りて、誰かが借りて、で、そこを出入りしてる人間、低所得者の人間、公営住宅とか借りたら家賃安いですから、3万円ぐらいとかで。で、低所得者っていうのは、まあ、まあ、生活保護の人たちも含めて低所得者と考えてください。で、まあ、その辺のところ、テレビに出てる人たちの言ってる内容の表記の仕方が全て正しいっていうわけじゃないですか。それも皆さんわかりますよね。フェイクニュースあれだけ流しますから。だから、僕が言いたいのはね、ある程度世間に対して皇室としてもけじめつけなきゃなんないと。っていうことは、僕との結婚を佳子さまがお断りするんであれば、その内容、その代わりに、弁護士さんつけて、賃金の不払いだとか、いろんな件の裁判手伝ってもらうと。で、以前僕は送った SD カードで、それが届いたかどうか忘れましたけど、途中で受け取り拒否になりましたから、テレビ局も。テレビ局経由で、国会議員や皇室の人たちに話が上がってたんですけども、テレビ局の人間とかも、一部の言葉の部分だけを選んで届けてたみたいで、国会議員の人たちも、それは知らないとか言ってるんですよ。で、片や言った言わんの話になってるんですね。だそれはお互いコピーして持っておけばいいんですよ。その動画を。僕が送った SD カード。でしょ？コピー、簡単な話。で、物事がそのエネルギーの残存量問題とか、そのもともと自分の身を守る術として、その河川水門開始、山発電、地下水トンネル発電、世界中の、大きな課題っていうものはエネルギーの残存量問題なのであって、その内容を考え出した人間、それで立て自分を守るしかないっていうのは、僕に対して弁護士さんとか誰か、その自分でね、フォーテラスとか行って、証拠とか持って、それやっと弁護士がつくレベルで、話聞いても全然受け付けてくれないんです。裁判所通して裁判官からの指示で、フォーテラスから弁護士つく。これならまだあり得ます。自分から話持って行ってもフォーテラス、まず受け付けてくれないんです。本当に。訴訟費用の救助申請通してね。
そこで頭の中でお金のことが動いてるから、で誰かから政府の方から何か言われてるから、だからそうなってしまう。だからお金を無駄に使えって言ってるんじゃなくて、すぐにもう最初からダイレクトに裁判所で裁判官が法律名とか、そういったものを書いてなくても、うすぐに、弁護士さんの手配をするとか、内容を見てね、それが事実であるのであればって考えた時に、それで動かなかったら無理ですよ。この世の中綺麗な社会にはならない。ダーティーな人たちだけが金稼ぎできる社会になる。だからその辺のところの改革とかも含まれてきます。だからどれだけ話が広がるかは分からない。だけどもそれに対して、動かなきゃならない。で赤十字社の、総裁である雅子様で皇室の人たちはもう赤十字社の総裁にならない方がいい。医療業界はエロ業界と深く関わっていて悪徳業界だったっていうことも分かってるんだから、コロナウイルスとかね、もう今までアップロードした内容で言ってる生物兵器を生産したわけなんだからね、インフルエンザも多分そうだったんでしょ。あの DNA だのなんだのっていう話で、人間が体制を持つことによって人間は強化されるみたいな、もう本当マッドどっちかというとサイエンスって言った方がいいんですかね。だからマッドな医療業界の考え方、科学業界、まあ、もう両方なんじゃないですか。医療業界と科学業界の合併、そこは世の中をめちゃくちゃにしてる。で、もちろんその普通に医療機関で働いている人はそんなことになってるとは知らなかったが、これがほとんどの人なんですよ。だからその世間に公開した方がいいんですよ。だからコロナウイルスが発生した時に泣いてた、人たちがいたでしょ。看護師さんの人たちが医者に向かって、どうして本当のこと教えてくれなかったんですか、こんな言い方私だってしたくなかったですよって、そんなお金の稼ぎだの方なんかしたくなかったですよって、それは本当の話なんですから。じゃあ皇室の人たちの総裁はどこにつくかって言ったら、簡単、もともと赤十字社は税金まみれっていうことは別にね、政府内の税金まみれのところにつける。だから第三セクターみたいな形で労働基準局みたいなものを作ってそこについたい。基本的に労働基準局の人たちはそれなりに対応してくれます、基本的に、ね、ただ自分である、程度の証拠とか何かがなかったらなかなか動いてくれません。本当にこう今までのこういう風な形でああいう風な形でっていうその記録、順序逆なんですよ。こう何かも話すだけでいいから、その人がその話を聞いた人がそこの会社に商法でね10年間 の, あのデータの保存があるんだから、それちょっと出しなさいと。で他の人たちの証言者とか聞いて、あとは科学の世界、現場でどういうふうな働かせ方をしてたかっていうところを、まず大体も賃金の方がないとかだから、大体はそういうふうな映像を、出すと。だからそれをすれば、国会議員の人たちとかも、そのコンピューターのオートの世界でね、ちゃんと動くんだと思いますよ。していいことと悪いこと、だから万博とかそのもの誘致しちゃダメだって、エネルギーの残存の問題の方が上だっていう形で、それは本当の働き方改革で、あとまあ天皇陛下に関してはその任命責任というものを考えた時に、一般的に物事を見ると一般人の人たちが投票してるから、一番最大与党の総裁が、総理になると、これが今までの形だった。これは以前も私は言いました。違いますと。これ違いますよと。一番票入ってくるところは、一番税金たくさん流し込んできたところでお金ばらまいてきて、で、自分たちが高額所得者になってきた人たちだから、そんな人たちから選んじゃ絶対ダメじゃないですかって。これは答えなんですよ。じゃあ、与党。与党から総理。これだとどうなると思います?与党の人が、基本的に総理になって、そこから大臣を任命する、その時にどういう人を選ぶか、ある意味責任重大ですよね、任命責任の部分で。で裁判所の長は天皇陛下が選ばれる、最高裁判所の長。だそこで裁判所の仕組みっていうものを天皇陛下からこうしなさい、ああしなさい、言えます。
だから日本国憲法はナンセンスだったんですよ、もともと。だから政治に関わってはならないっていう部分が先行しすぎなんですよ。絶対無理がある。だって総理選んでるんですから。笑われるでしょ、世界中の人から。そんなバカな話通してたら何が法律なんて。それこそ上の方で法律身勝手に作って自分たちの、ね、高額所得者になってた生活があったんですからね。だからその辺のところが、結婚希望相手はもちろん佳子さまです。で、それは言っておきます。で、それはちゃんとあの気持ちの部分でもね、言ってる内容とか聞いてもらった今までの動画で、そういうことをあの全面的に押し出してる。恥ずかしいですけど、言うしかない。で、今までのこととかあったんだから、それはお互い、ある程度、いいな、この人はって思ってたんでしょ。それは佳子さまもまず間違いない。で、そこであとはお断りされるかどうか、佳子さまの自由。それは他者がどうこういうことではない。で、正しい佳子さまも自分で自分のすることを改めなきゃならない。もう大人なんだから。まあ、正直二十歳そこそことかでね、ちょっと社会に出たぐらいだったら、世の中のことなんか何にもわかりません。自分であれこれいろんなこと調べて、本当に。もう法律の世界とか全部嘘、もう政府とかもいっぱい嘘を言ってきたと。世界中にこれもうむちゃくちゃだっていうところまで全部分かった上で、あ、こういうふうに人の家の横通り過ぎたりする方、これしちゃダメなんだなっていうことを理解しましたっていうことを態度で示す。私はしません。ちゃんと淡井さんの家に行きましたって。で、自分からこういうふうに言いましたって。だもうここで、まず、佳子さまが来られたときに、まあ、結婚話のことについて、まあ、お互いにどう思ってるかっていうところをちゃんと白状して、白状っていうのは、告白っていう意味でね、まあ、好きかどうかを伝えるっていうのもあるんですよ。それも伝えた後。だからその後は、白状するっていう意味なんですよ。漢字の時点で調べると。白状。白状の意味をあまり悪く受け止めちゃダメ。大体みんな白状したらお互いのことが分かり合えるから。あ、そうなってたんですかとか。あ、もう上からそういうふうに言われたんだ。まあそれはある程度そうせざるを得ませんよねとか。その白状をちゃんとしないことによって対立構造が生まれるんです。だから、今、早急に何をしなければならないのかって言ったら、河川水門外式ダム発電のこととかも、佳子さまに、まあ、結婚話運動によって、結局、まあ、行政に任せてもいい形にしてますし、かたや佳子さまも国家公務員でしょ？同じなんですよ、結局。で、ただ、そのお金がどこに入るかの話はそこは詰めておかなきゃならない。で、かたや弁理士さんとか、弁護士さんとか雇うお金のある人で、皇室を抜け出すのであれば、結婚した後、じゃあ仕事がいりますよねって。じゃあエネルギーの残存量問題の、その河川水門回避ダム発電、地下水流トンネル式回転扉式発電の、まあ、ちょっと言い方、ちょっとぐらいは、いろいろ、ま、変わったりします。で、そういったものを持ってる人の方がいいのかどうかっていうこと。それを一民間人から選んだっていう形式ができる。あとはまあ僕のメリットっていうのは、ある程度自分で自分の顔を直したりできる。で、まあ天気のこととか詳しい。で、世界中に関してある程度かなりの部分で中心人物的な軸になってる。台風消滅の数とかね。見たらわかります、データで。で、これらの全ての要素を考えたときに、まあ、皇室の人と結婚するのにふさわしいかどうかで見ると普通はそうなんですけども、あとはネックというかマイナス要素になっているのは年齢差。それはもう自分でも分かってます。だからそこはもう自分からこれはもう全てもうフルオープン。だからそこでね、本人が言ってることと歪曲してこう物事を伝えてしまう人たちが存在するでしょう。だからそこはもう彼はこれぐらいはっきりしてると、これぐらいはっきりしてるんだったら家行きやすいでしょって。あとは言い出しやすいか言い出しにくいかですよって。そういうことになるんですよ。だから、
あとはまあ肉体的なところだったら体鍛えるとかそういうのはもともと好きとかの方でもあるし、ただもうタイミングみたいに全て合ってくるんですよ。12月の29日が佳子さまの誕生日でしょ。じゃあ前日には会っておかなきゃならないじゃないですか。だから12月28日を選んでるんですよ、僕は。それはオープンして言いましたよね。皇居に行きました。皇居から、まあ赤坂御所の方に案内してくれたりとかしたらよかっただけで、公務で例えば天皇陛下の、本当かどうかはよくわかんないですよ。その公務とかでね、スポーツの観戦試合とか行ってるんだから、そういうような、内容とか一旦キャンセルして僕との内容を先に優先する。それだったら世界中に対してエネルギーの残存量問題の解決する意思を、こいつは持ってるっていうことを示させていた。だけどもそれをしなかった。で、その、ややこしい結婚話に関しても、彼あんなにかわいそうな目にあって、もともと阪神淡路大震災の被災者の、なぜっていうことなんですよ。最低でも、別に結婚しなくても、周りでね、あれだけ絡まれてくる人間とかいて、まあ、それも、この状況多分変わらない。時間の経過とともに、また、以前、調子乗って絡んできた連中とか、また絡んできたりするから、複数いることによって。大体の人間は二人以上。男女カップルでも同じ。それが自分たちが客観的にテレビとかに放送されたときに、第三者に見られたときに、どれだけえげつないことをしてるか、どれだけひどいことをしてるかっていうことを本人たちが自覚できてないんですよ。でしょ？人の結婚話をむちゃくちゃにしてきた連中が先に恋人とかカップルになった、もしくは結婚して、さらにこちらを責めてくる。バカにするようなことを言う。第三者から見たら、なんやねんこいつらってなるでしょ？客観的に物事を見れてない人間、浮かれた人間に限って、複数で歩きたがる。一人で歩くことができなくなってるっていう風にも受け止めれるんですよ。ちゃんと実力あったら一人で行動できますから。ただ、裁判関係に関しては、これは一人じゃ無理です。経済的な部分も含めてね。そういう企業の求人申請を通してっていう形で物事を動かすしかないんですが、やっぱり切手システム、あれ絶対無理ありますよ。多数で一人の人間に集中抗議して絡んできたら、ね、あと悪いことしたら、会社もそう、訴えなきゃならないところがまだまだ、株式会社神戸ワインもそうだけども、現在名称神戸ワインなり、ファインハイゼもそう、そこも該当してくる。で、働いた先のホテルにも、責任はある。それは、だから、他のホテル、ヒルトンホテルとか、あれだけの売り上げとか、結局僕の人脈とかで、王朝というレストランの、売り上げっていうのは上がってるはずだから。で、実際1日の売り上げの最高記録もその当時更新してましたから、サービス料と税金抜きで、正月2日目、1月2日、468万、これ、サービス料と、当時の消費税、5% これ込みで入れると550万の売り上げ1日で 1つの1レストランですよ。1日ですよ、過去最高で、そういった結果があったのにボーナス出してない、これやっぱりおかしい。で、それは、やっぱり、皇室の人たちが、僕側になって、弁護士さんをつけて、一緒に裁判することによって、証拠の、その判決の書類とか、の証拠を手に入れるでしょ。そしたら、自信持って言えるじゃないですか。いや、これ間違えてますよって、人材派遣会社でもこうですよっていうことが言える。ね。で、自分たちも、その記録を保持しておくことによって、自分で自分たちの身を守れることにもなる。助けましたと。こんなに困ってる人って、だからその辺のところでテレビ局が関わったせいなのか何なのかよく分からない、行政が関わったせいなのか、これは両方考えられる。で、当時大阪ヒルトンホテルで働いた後パリスヒルトンっていうことでああいうような人が出てきてましたけども、だけどこのテレビに出演してる人間これだけ偽名が多かったら本当にヒルトン一族の人かどうか分かんない。どうします、こんな社会。絶対悪いことする人増えるでしょ。で、だからコロナウイルスみたいなものを作ってしまうようなマッドドクターが出てきたっていうことなんですよ。で、ワンピースっていう漫画は未来の時間軸からの情報を受け止めて作ってるかもしれない。これはアニメとか漫画業界でそういうことをしてる人います、実際に。で、それがある程度未来の時間軸からの淡いケースかもしれない。他者かもしれない。それはわからない。で、その毒ガスとかのね、何でしたっけ、シーザー、ちょっともう名前忘れたんですけども、そういうふうなキャラクターとか出てきてるじゃないですか。多分先に先行して出してるんだと思うんですよ。もう、イム様っていうのは出てきたのは、もう間違いなく、医療機関の E と
勤めるで医務様だ、医療従事者全体、もう昔からそいつらが悪さしてるの分かってるからっていうことで医務様っていう悪党が出てきてる。だからそういう部分も含めて、いやもう僕ありきでワンピースという漫画がスタートしてるんです。連載がね、そもそも1997年8年のフルーツアバークとそれまでの出来事と、もしかしたらそれから先のことの情報も仕入れて作ってる可能性がある。で、あと最近、あとは佳子様へのこれちょっとおかしいですよっていうところなんですけども、何でも店でしたっけ、最近動画で上がってきてる、いやあるんですよ本当に。最初上がってきたのはその公務か何かで、ね、またあの針、あの裁縫道具のね、縫い針の何か展示を見に行ってるっていう内容なんですけども、本当はもうそういう項目はいらない。で、ただ僕からの声とかが届きにくいようにと、あと僕と合わさないように動画は編集されてる、短く1分ない40何秒とかで、その最初の方は冒頭アナウンサーが喋ってる。で、その後、で、この間、その佳子さまが僕が声かけたときに、秋篠宮佳子さまですかって声かけた人物が、もし佳子さまだったとしましょう。その後、僕と会うって言ってる映像の動画が出てきてるの。まあ、検索ワードなんかわからないから、ある程度の佳子さまの公務で、出てこなきゃならない。けど、その後、もう写真で収めました、いくつか。検索ワード。っていうことは、会うっていうことを一応佳子様は言ってるんですけども、もうややこしいから、もう淡井さんの家行きなさいって、それでいいんですよ。か、自分から電話かける。あ、なるほどで、佳子様暮らしの発明品、なるほど店ご覧に、過去2024年3月4日のコーン。これが5日前。これが昨日の晩見た時の内容なんですけども、まあ内容まで開示しないし、もっともっと世間の人に見てもらうために発表してもらってるからいいでしょう。これね、こちらだと1本6秒じゃないですか。1本6秒。で、最初の方はね、40何秒のものしかなかったんですよ。で、まあその1分を超えるものの方で会うっていう音声が出てるんですよ。だからそれが分かるようになったのが、動画アップロードしてから5日後ぐらいで、佳子さまが私の横を通り過ぎたりした後だったとするのであれば、最初から絶対にうまくいかないような形式を作られてる。で、それは何なのか分からない。それは佳子さまが、自分の結婚希望相手っていうものをしっかりと発表してるのか発表してないのかだと思う。この方式でいくと、僕の場合はそういうのに攻め込まれた。で、結婚希望相手を一人に絞りなさいっていう形に持っていかれてる。それも睡眠時間をかけさせられて。で、しかも今も基本的に睡眠薬を飲まないと眠れない状態にはなってますし、全部をね、投げ出したらそれはそれで眠れるんですよ。変でしょ？そしたら物事絶対進まない形になるじゃないですか。テレビの放送とか報道とかもね、もう一応音声は出てるけども、もうあまり注意深く聞いてない状態で寝転がって寝てると眠たくなる。で、昨日の晩何が起きたかっていうと、動画でアップロードした方がいいかな、ちょっと話が急に出てきたんですよ。で、普通にただ寝転がってるだけで話出るかって言ったら出ないし、その場で眠たくなってきてたんですよ。それなんで、まあこれ、その証拠としてね。で、まあ、この辺がちょっとだいぶまあ血がポタポタと、もうそれ吹きましたけども。で、だからそれがね、わからない。それまで、報道を見る前から、もう眠たくなってたんですよ。だテレビ見なくても眠れる状態
まで近づいていたはずなんですよ、睡眠薬なしでもね。だけどもそれがある、まあ、ただそれがね、それを阻害される、神がかり的な力で、わかんないですよ。その眠たくなった時にすぐ寝ないからっていうことでそうされてるのかもしれない。わからないわからない。もう話なんかまず出たことないから、僕今までの人生で。で、普通に考えたらわかる。血管なんか外に出てないから。いきなり鼻から血なんか普通出てこないから。何かやられてる。この件本当に甘く見ない方がいい。で、まあ、最近アップロードした内容、まあ、警察への通報で、ね、生活安全課の人間の平田っていうものを僕の担当につけてこられてたんですけども、そのものがもともと事件番号の100894の、殴ってきた当事者のうちの1名、男4人組のね。だから予備の警察官とかがたくさん いる存在するっていうのは知っています。で、その数を作りすぎたんですよ。で、誰が本当に悪いことした人間か分からなくなってる不利なのか、多分記録があるから調べてる人はちゃんと調べて分かってると思います。で、これね、もうプライベートの時間帯使って調べてもらうかと無理だと思いますよ、警察官の方に。で、どうしても勤務の仕事の内容だけでその時間終わっちゃうでしょ。そうじゃなかったらどっかでそういう風に、それか昔その話で潔の良い警察官の人たちは有給休暇を使用して、その間にその日に、調べておくとか、いや、そういう風にね、してくれてた人たちもいるんです。今ピーって音聞こえてきたでしょ。ああいう風に自分たちの都合の悪いことを言われ始めたら、ああいう風に本を鳴らしてくる連中いっぱいいるんですよ。これ寝ようとしてる時とかでもああいう風に押してくる連中いっぱいいる。これ神戸電鉄と同じ。そこに踏切あるけども、ホームに入っていくときは減速しながら入っていくから、ホーンなんか鳴らす必要はない。あとは自分でブレーキかけるかどうかやから。で、でまず踏切に人が入っていくことはない。で、ホームから出ていくときは加速中だからブレーキ踏んだらすぐ止まれる。田王寺駅からのこの距離を見たら分かります。最初ゆっくり加速していくでしょ、電車って。待ってください。これですね。佳子さまや皇室の方たちや国会議員へのメッセージ、兵庫県警本部へ、相談、生活安全課の平田というものがもともと事件番号100894の殴ってきた当事者の可能性が非常に高く、生活安全課のものを変えたい説明欄に記載あり。だからもともとの話に戻ると、L 業界自体がね、取り締まられ始めたのは1956年の売春防止法が出来上がってからなんですよ。だそれまで売春が合法化されていたから、もう本当もめちゃくちゃな社会、本当もう生きていくのが嫌な社会、本当で、その後すぐに、ある程度の取り締まりが始まって、それでもね、アダルトビデオコーナーと称してエロビデオを置いてるとこあるでしょ。あんなもん取り締まられるんですよ、当たり前じゃない。性犯罪者増えるんだから。そんなことで金稼ぎしてる人間なんかまともじゃないんだから。人格破綻者。あるある、法律はあるある。それ認められたら大変なことになるから。だから警察官とか裁判官とか検察庁の中にそういう業界と深くつながってしまった状態が最初からあったの。じゃあそこからの脱却がどれだけ難しいか。まあ、国会議員も含めてですよ。だじゃあ第二次世界大戦が終わった後 GHQ が入ってきて、それから1956年売春防止法が出来上がったんでしょう。はっきり言ってこの国それまでクズ。最初から理解しといた方がいい。で、あとは腹くくってそういう業界側に、そういう業界を取り締まる方向で動くと。で、一人の人間に任せるのなし。そんな無理だから。こっちだって一人で動いてるからね。だから
警察官に殴ってきたその当事者の人間、僕はもう20歳ぐらいの頃からアダルトビデオコーナーを置いてるレンタルショップをもう5件以上潰してるから、兵庫区でも1件潰してる、ま、間違いなく1件以上、まず間違いなく、それは自分で兵庫区の、警察署行って、で本当は警察経由で潰せる、裁判官って本当は出張できるから、出向出向出向、公務員とかの法律ある、国家公務員も地方だ、公務員法じゃない、地方公務員法、地方、関東も地方、関東地方、首都も地方です、当てはまります。もう法律知らない人はもうごちゃ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 言わないでください、自分の頭で考えてしっかりとした法律だ、もう僕も全部が全部覚えられてるわけじゃないから、こんなにたくさん訴訟あったら無理、一人じゃ絶対切手代、切手代が絶対足らなくなる、一人につき最初5000円の切手のね、納品みたいなことを国にしなきゃなんないんですよ、その後2人目から2900いくら、だいたい2900円ぐらい、めっちゃくちゃいるじゃないこれ切手代だけでって、何千万人おかしい、最初からね雇用助成金とかつけるんでしょ、じゃあ郵便局に雇用助成金つけないで裁判所にそういうふうに訴えてきた原告に対して切手代政府の方で負担しますってしたらいいんですよ、そしたら裁判所の人、行政の人が国のお金で、郵便局にね切手買いに行くでしょ、そしたらすんごい切手代が回るわけじゃないですか、もう本当に今の時代そういうことをしなきゃなんないんです、ならないっていうこと、なんか行政側の本当は嫌がらせ、だから上の方とかにその実質的な権力者に悪いことをしてる人が多すぎたんですよ、で悪いことをしてる自覚がないんです、新しい法律を作り始めて IR 法、カジノ法案、それもう法案というよりも法律も出来上がっちゃってる、 IR 法短く言うと特定リゾートとかもうリゾートの話なんかいらないから、こういう話してたらね、 僕みたいな一般人の人たちいっぱいいるから、そちらの、 低所得者の方が多いそこ数晴れるこういうこと、な今話をどううまく結びつけているかって言ったら、退路を確保っていうわけじゃないんですけども、もちろんね、その成人様とか、まあ、雅子様そうですけども、文人様とか紀子様とかは浮気してるわけではないと、まあ、眞子様もそうですし、小室圭さんもそうですし、そこは信じてます。で、それは昔のね、むちゃくちゃな時代は昔のことであって、今は違うっていう線引きしてるんだから、そこから下が動いてないじゃないっていう話なんですよ。ちゃんと僕の裁判で、だから結婚話とそこイコールだから、だから断るちゃんと、態度もちゃんと作ってるから、こうして、佳子さんも、だからちゃんと対面を保つよ、だからそこ。メンツメンツ、中国のメンツって、なんかテレビ局またわけのわかんない放送って、もう5年ぐらい前にしたでしょ。よく考えたら僕からの提案で、習近平国家主席に平成の天皇陛下の頃にだったと思いますよ、でしたっけ、それとも令和元年ぐらいの頃でしたっけ、それぐらいの頃に来てもらったでしょ、だからその時にこうするよちゃんと一番いいな、それ向こうの態度もちゃんと作ってるんです、だから僕はホテルマンとかとしていろんな高級ホテルとかで働いてるのが知ってるんですよ、世界で一番高い料理は何かって、中国の満漢全席っていう話で、あれもね、ただに集まってきた人たちが多いから、金額が大きくなってるんちゃうかっていう話になるんですよ。だって、普通に考えたら給与の算定表とかいろんな話があるでしょ？普通の人件費。じゃあさ、仕事めちゃめちゃ遅い人たちとか揃えて、作るのが遅くて人件費がたくさんかかって値段が上がっていった話になるのか、それか材料費がめちゃくちゃなぼったくりの話で材料費を変な価格つけて、作らなかったら、食事代でね、
そんなむちゃくちゃな金額ってありえないんですよ、もともと本当は。で、それはある程度、一般的な高級とされている食材とかを使ってね、もちろんこれはもう、ちゃんと理由ある、高い値段の理由、ちゃんとありますよ、ホテル側にも。例えば、良い肉とかでね、例えばサーロインとか、フィレだとか、まあ、いろんな、部位の名称で言いましたけども、なんとなくこう高そうっていうイメージで受け止めてもらったらいいですよ。そう、もう美味しいかどうかその辺も分かってるから、お肉屋さんもそうだし、生産者もそうだし、買い手もそうだし、食べに行く人もそう、分かってる。ほとんどの人は分かってる。まあ、まだ二十歳以下の人だったら分かんない人たちは結構いると思います。僕は16歳ぐらいの頃、学校にもらって、焼肉屋さんにアルバイトをしに行っていて、学校終わってから、夕方5時から。で、まあ、その部位を、覚えた方です。まあ、だから今回の最終結論に関しては、だからまあどうしても忙しいの話をされるんであれば、そちらから僕の携帯番号に電話かけて予定を組んで赤坂御所に呼んでください。そこで佳子様とかとお話ししましょうと。で、その安全策を取ってもらうって本当無理だからだからちゃんとウミット様とか皇室ご一緒の皆さんのこと考えて組んでんのに、だからもう去年も皇居行った時に断ったわ。もう正直言いますよ、そんなもう物事の道理から何から何も分かってない人が公務員の人がまた上の人がね権限を持って断るでしょ。それ断らさせられる警察官の人たちだってちゃんと事情を知っていたらもう気分もやもやになるでしょ。ワールドビジネスサテライトとかもう一番最初に皇居に行ったのは僕は二十歳過ぎの頃、本当はもう一回行ってる友達と一緒に、友達に連れられて、もう僕はあんまり僕も全部その時に覚えてる状態じゃないし、ほとんどの人がそのテレビ局に出た方だから、結婚話 とか出世関係のグレイとか、まあ、グレイとかビーズさん、ビーズの皆さんはもう先に売れてる方ある程度そこまで行くと、その時代は、1990、まあ、2000年まで一回行ってますから、皇居。じゃだからもう上がちゃんと誠意見せて動いたことをちゃんと電話かけてくれたら、ちゃんと文人様とかが、佳子様とか、基本的に佳子様が電話かけてくれたら、雅子様と思ってて、私をどうしたらいいか分かんないって、無理ね、言ってるから、こちらが方法を、それはもう、その方向でも動かない、絶対ダメだから、とぼけるから、世界中がとぼけ始めて、変なお金の回し方し始めて、むちゃくちゃなんですよ、本当にもう出来上がった。あと、ね、もう国連がついてくれてなかったら無理でしょ、最初から。インターポール、各警察官はインターポールの参加で、それも身勝手みんな情報バラバラで動き始めると、ちゃんと情報は全部長いけど、長い話だけでも、IKスケの話、長い話だけでも、ある程度まとめたものが3月からもアクセスできるところにあるから、それではまず淡井さんの状況を分かってあげること、それと世界の状況と、彼には解決方法、素晴らしいものがある、世界中の政府、上層部も、それ信じてある程度動いてきた、これ、ワンセット。どうしようか話全然知らんと、身勝手にもう電話切ったりする人間が一番ややこしい連中。もう、ただ、これはある程度、その人を責めてるんじゃなくて、もう警察官の人たちも、話長くなるんだったら、でもその、もうこれぐらいにしときますねって、もう僕もある程度、それはある程度わかるんですけども、もう話し始めたら1時間とか平気になるから、だからもう、だからみんな、もう動画アクセスして見といてください。重要って書いてあるんで、あと最終結論って、もうそれを最終結論のところ見たらわかるんで、あとは辿っていくだけ。本当かな、その天気の話とかって。で、その、佳子様とかね、皇室ご一同とか、国会議員の方たちと、テレビ局のまとも側の人たちへのメッセージのね、567あたりかな、567あたりが1日で撮影してるんですよ。で、それによって、曇りから一気に晴れたりとかね、それ順序追って、表記してるから、それ、風が流れてたことは全然違うから、本当に。風向きなんかしょっちゅう変わってますから。空見て雲がどういう風に動いてるのか確認。コンピューターの表す未来の予想図の
明日の天気予報なんかどうでもいいんです。そのうちテレビ局がもともと人間が天気を動かしてる部分もあるから、だからもともとの新聞社はね、朝日、毎日、産経、読売、まあ、プラスで日経かな、どうかなっていうところで、基本的にこの 4社に関しては、日経ルート5社なんですけども、バラバラの天気を全部出してたんですよ。本当。どれか当たるだろうの世界。本当ですよ。だから僕より年配の人たちで、その新聞社でね、気象関係の情報を掲載していた人で、他社の新聞紙はどうなってるかっていうところまで分かっていた人たちだったら、その話分かるんですよ。あ、彼の言ってることは本当ですって。で、あとはコンピューターとかを使ってね、明日の天気予報とか放送してますけど、喋ってる内容とかでもこんなに変わるんですよ。これだけ言い方変えます。もう答え出てるんです。証拠見て認めなかったら、司法警察官じゃなくなるでしょ。行政が認めてるんですか、気象庁の多さとか。本当はあの人の言ってることは本当ですからって、最初あれって言ってたんですよ、僕のこと。あれっていちいち僕は淡い圭介ですって心の声にしても言葉で言うにしても言わなきゃなんですよ。で、言葉で言ったら言ったら睡眠不足にさせられるから、その睡眠誰に回ってたんです。それこそ法の悪用ですよ。テレビ局があんだけ嘘ついてるんですよ。ある程度しかって言わなかったら、あいつヘラ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 笑いながら、それ楽しんで今度ね、もっと悪行行為をテレビで放送し始めるんですよ。しかって向こうがね、もう証拠まで撮影し始めたら、やっと観念し始めたのか、悲しそうな言い方に変わってきたんですよ。やっとですよ。最初からそういう態度にならないと。そうじゃなかったら、悪いこと楽しんで平気で放送して、以前のフェイクニュース放送して、それで高級を得てたんですから、最初からそんな仕事を、普通の人格者だったらそんなことしたないしたないって言いますから。はい、最終結論、加古様がまず僕に電話をかける、もしくはまあ日本人様とか、もちろん雅子様とか、これ紀子様とか言ってるのは、これはタイルを作ってるんですよ。そこで電話をかけなかったらもうアウトっていうことになるんですよ。もう絶対そういうことだから。だからそれは自分たちの感覚で物事を見るんじゃなくて、コンピューターとかも他の人たちもカバーオーとするんじゃなくて、それしたらダメだから。それするから話が長引いて、睡眠不足の顔になってるでしょ、その人たちも。だけども、コンピューターグラフィックとかもあるか分かんない、本当に僕も。だから本人からの自己申告があんまり眠れてるのか眠れてないのか。だからカバーオーことによって潰すことができるから、だからそれしちゃダメだって、もうこの言った通りの方向で動いたらいいから。それが一番早い解決方法だから。一番悪いの精神病院関係とか、そこの従事者とか、もともとそれで警察官だったら、もうその人悪い、もうダメ。その人とかにお金流し込んだら無理だから。だからもう見たから、人命会病院で連れて行かれた時。中和株式会社で、咲田っていう名前で働いていて、警察署では永田って名乗ってた人間。ね、名前二つ使ってるじゃない。絶対悪人。そういうやつに限って、年収、高所得者だったんですよ。年収400万円以上が高額所得者で、その西宮の方にね、 iPad の、修理とか持って行ってる時に、西宮来た口に iPad とかの修理してくれるとこがあるんですよ。そしたら、阪急電車の宝塚の駅で座ってる時、昔も同じ、まあそれは iPad の修理じゃないんですけども、別目的で、西宮の方に行こうとしてた時、ベンチの後ろに座っていた時が、その先立って中和株式会社に乗ってた人間、有馬警察署で永田っていう人間、もう永田の名前あんまり信じない方がいい。本当に裁判所で判決もらって永田っていう名前に変えてる可能性あるから、もうその男がどんな名前を使って今働いてきたか、職場で使用してた名前と、それ全部調べた方がいい。何回もいろんな名前使ってる可能性がある。で、もう後ろで女連れてね、態度めちゃくちゃものすごい偉そうな口調で、ベラメイ口調で、もう下品な子めちゃくちゃ言ってるから。それが精神病院の医者の実態。最悪そいつエロ業界のエロビデオで出てる可能性あるから。それで調べた方がいい。みんな本当の話知ったらびっくりするから。性加害者のレイプとかしよう人間の方のグループに分類される。出てたらね。あとしていたのもまず間違いない。
もうここまで言うと本当のこと言っときますよ。池上彰さんは現場に踏み込んだ方なのか、実際行為には至ってないんですけども、そういう現場にいた映像見てる。だからあの人のこうしてる行動今まで見たら変だなっていうのは変なんですよ。で、愛を自由かっていうワールドビジネスサテライトのアナウンサーは、女子アナウンサーは、昔僕に結婚前しに来てるんですけども、もう一応態度変だったのは変だったんですよ。大江真理子に体当たりしてきなさいって言われて、2000人のサンパレスをこう本当に走ってきて体当たりしてきたから、だからなんか、もう よくわかんない、本当に。もう急にそんなやつ来たって、僕も急に動けないから、普通、捕まえて警察に通報だけども、女2人、女性でも2人で男1人で、それ無理だから。片手で携帯電話、今携帯電話あるけど、昔固定電話。固定電話、その時僕携帯電話持ってるけども、片手で相手捕まえながら、片手で電話できる方、絶対無理だから。ボボサップさんぐらい腕力あったら、さ、できるかもしれませんよ。あれぐらい筋力あったら。無理だから。全身の筋肉使える人間の方が簡単に振りほどけるから。本当に。で、その相内優香とか、いろんな淡井圭介と結婚話した人間と一緒に海外の取材行ってるでしょ。男性と女性ですよ。変でしょ。それで居残り組になってるんじゃないですか。でも最初からややこしいことしなかったり、男性同士で海外取材行くときは海外取材。女性がそんなに社会で活躍したいんだったら、女性同士で取材に行ったり。男性と女性で、しかも年齢差あるでしょ。池上彰さん、お金持ちの方。出世したがる女性、お金が欲しい方。ね。怪しく見えるでしょ。で、テレビでフェイクニュース放送してるでしょ。平気で嘘言えるんでしょ。もう分かんない。聞いたぐらいじゃん。本当のこと。みんなから怖がられます。池上彰さんのことも、その辺のことに関して、ある程度距離上げたところの、その現場見てるから、エロビデオ業界のその撮影現場。一応、涙目になって、現場から離れていってるんだけども、池上彰さんも本当は警察官しました。警察官。いやだからそれ、警察官の方も分かんない。もう警察官でもいろんなやつがたくさんいるから、だから敵味方があったり、グルーパーかとかしてるから、自民党見たら分かる。何々か今話。その範囲までで防波堤みたいにして、そのグループが悪いんだみたいな形にして、他のグループは生き残りを図る。ダメ。党としてもう一体化してるんだから、党として入ってるんだから、全員の責任。公明党も同じ。連立。私から言いました。連立組んでくださいって。それで公明党の方も間違えたことを自民党がしようとしてた、間違えてるよっていうことを言う。これが自浄作用。で、マスコミもそういう部分を放送していたかどうか。その横に、池上彰さんの横に、淡井圭介と結婚話した上原積とか、今まで他の人間とかも結婚話した人間でしょ。変でしょ。だから、今まで、その上の方が、淡井圭介の、そのね、結婚を阻害してきたっていうのは、それはもう絶対合ってる。それで正解。自然と淡井圭介の役割を奪ってるっていうことに気がついてない。じゃあ僕は結婚希望相手を一人に決めたからといって、じゃあ、例えば佳子さまの側近みたいな形の話来るかってたない。アナウンサーの時も、公表してたけども、SD カードで言ってた。ホームページまでで、公表はしなかったら、もうあんまり変わんない。もう関係者しか見てないから、本当に。人数見たらわかる、本当に。ホームページは淡井圭介の履歴、1日の閲覧者数が多かった時に、一応80人を突破ぐらい。少ない時は、ちょっと前なんか、ゼロとか、1年ぐらい前のところ、最初の頃なんか、1日の閲覧者数、5人とか7人とかそれぐらい。大体、各テレビ局の役員さんぐらいだったんじゃないですか。各テレビ出演者は見ないでしょ。そりゃそうなりますよ。そんなにいい加減なことしてたら。それちゃんと公表されてるっていうことが分かったら、自分たちがこういうふうな行動をしてたら、どういうふうに見られるかっていうのは分かるでしょ。これ僕は指摘してるだけで、
それ言われるまで気がつかない人は気がつかないから。で、相内優香のことが言えたのは葵さんっていう人と、 NHK の男性アナウンサー、葵さんっていう人と結婚した発表があったでしょ。さすがに両方の名前が一致しての結婚だったら、それはさすがにフェイクはないでしょ。そこまでフェイクあります？もう分かんない、もうその世界、もう平気で嘘言う人間混ざったらもう無理、この世界本当に。それを覆すだけのことを今用意できてるのが淡井圭介なんですよ。だから佳子さんはその会いに来ないとならないのに、そこで家の横通り過ぎたり、僕の横通り過ぎるだけで済ませたら、そしたらもう皇室が世の中を真面目な方向に変える方向で動いてないじゃないっていうことで、界隈から踏み込まれる、攻め込まれる。もうある程度言われてもしょうがない。で、それをその時言われた時に、すいません、わかりました、ちゃんとしますっていうことで動いたらいい。そしたらこう言える。いや、海外からこう言われましたので、って向こうからって。で、我々もそうするしかないので、って。で、それで、ちゃんと解決を図ると。で、本当にこれ、早く急いでもらわなかったら、エネルギーの残存のもので、これは全人類に関わることだから。早く対応してもらわなきゃならない。本当はそこは、だから、じゃあ、表立っての日本国憲法は、天皇陛下、だから皇室ご一同じゃないの。皇太子とかは、そこから、以下って言ったら失礼かもしれませんけども、日本語の表現の仕方でそうなってるから、もうそう言うしかない。以下は含まれます。皇太子殿下以下は国政に関わってもいいんです。元も変わってます。成人様も皇太子殿下の頃、フィリピンに、地下鉄とか投資に行く工事現場でヘルメットかぶって行ってますから。NE の残存問題を分かってたら電車バス徒歩だから、本当は。だから電気自動車の話になるでしょ。自然再生可能で電力発電してって、じゃあ最初から電車があるじゃないって、バッテリーいらないじゃないって、もういいね。またさっきのもう音聞いただけ分かる人は分かるでしょ、今の軽ドラの音は。また悪いことを、ね、してる人間が来てる、もうこの状況。だから天皇家の人たちがこれだけ IKS がしっかりした内容とか、もう証拠とか動画でアップロードしてるんだから、音声とか拾ってね、その証拠を撮影したらダメだって言ったら、警察が一回全員どういうふうな言い方してきたか、職務経理とか一回全部調べた方がいい。IKS に向かって撮影したらダメだって言った人間違うから、 IKS が撮影した金属回収地点とかちゃんと金属回収してくれてるから。自転車置き場とかも僕が撮影しなかったら10年以上あれほったらかしだったから、満杯になったまま。で、他の自転車置き場ももう溢れ返ってる。駅前の近くの自転車置き場とか、その自転車置き場のその溢れ返ってるものを一回も回収して、やっと今ガラガラ状態が出来上がってるところ。で、もともともう自転車屋さんなんか岡場駅前の近くにあったんだけども、もう10年以上前から倒産してるから。そういうもの、もともと自転車とかオートバイとか売ってる方って嫌われるから。大体みんな事故するから。特にオートバイ。大体みんな事故する。もう十何年も乗っていて、一回もこけたことないとか言ってる人間、絶対嘘だから。あるから。みんなちゃんと恥ずかしがらずに本当のこと言い始めたら、立ちこけとかあるあるって。特に中型のバイクとか以上になってくると、もう 250cc 以上、乾燥重量が、まあ、乾燥重量じゃなくて、まあ、燃料入れたとき、そのガソリンの重量を含めて、だいたい200キロぐらいになるから、そんなもん車体が傾いた時にね、こう両足ついていたとしても片っぽの足で支えれると思います？200キロ近い物体その辺立ってる時とかでも、こう横からね、別のオートバイとか来て危ないなとか、車とか危ないなって思ってこう避けようとするんですよ。角に避けようとした時に角にこう、あ、まあ、支えられない支えられない、そのボテンってあるから。でオートバイって新車で買ったからことがあるから、僕も何回かこけたことあるから、もう1回こけただけでもうどうなるか分かってるから、重心ぶれるんです本当に、重いから。一応だから、 もしもともとこの辺を佳子さまとかが歩き始めたのは、交通費ないから迎えに行くからっていうことだったんですよ。本当にこちらの方から迎えに行くかなっていうことで、で、どうせ自分の方から来ても入り口で追い返されるからっていうことだったんですよ。それだったら自分からこう電話かけたらいい。ね、その言葉まで嘘になっちゃうでしょ？電話かけてくれないんだったら。
いやだからもうこれだ僕はもう本当のことは言えるけども、それ以上対処できることとできないことがあるから、これはもう無理です本当に僕の方では。だからそれはもう皇室の方たちがどう動くかであって、そのつながりのある人たちがね、もう淡井さんにちゃんと電話かけてあげなきゃダメだって言うしかない、言うしか。でも加古さんはその陰のところの名前みたいに言うんだ。何でも言った方がいい。何でも言って、誰が被害者かっていうところをはっきりした方がいい。で、この間見た佳子様の、それ見た瞬間にすぐに撮影記録したらよかった。佳子様の、その、名前のところ、加古川の加古に、浮き張りやね、左側じゃなくて、右の方の、チャット GPT かな、あそこでこう、文字がこう出てくるところで、加古川の加古に変えられてました。で、その辺のところは、何かの話、佳子様がね、こう何かいろいろ言ってた内容でそうなったみたいだと思いますよ。約束を守るだろう、守らないだろう、なんだろう、そういう話で、自分も一緒に手伝う。